さあそれでは早速ドラフト1巡目から参りましょうか。各リーダーはね、で花粉症ですか。失礼。あ、全然大丈夫。全然。ごめんなさい。はい、改めてそれでは、ドラフト1巡目から参りましょう。各リーダーは、指名選手を用紙に記入いただければと思います。はい、で書き終わりましたら手を挙げていただいて、挙げていただければ石田さんが用紙を回収しに行きます。はい、回収します。始まるわけですね。うん、早いな、こんなぬるりと書いていいと。行きましょうか。はい、はい、では記入をお願いいたします。2枚書いてくださいね。2枚。1巡目、まだ1巡目、ドラ1で、まだそんな、ああどうしよう、これむずいわ。ここで誰を選ぶ。これピクってこれ怖いってんの。加瀬さんガチじゃん。加瀬さんだけなんかめっちゃガチみたいな感じ。どんな感じで来るの。これ入ってんのこれ。結構切られてること多いんで音声。そうなんだ。やべえこと言ってんじゃん。いやゆりさん書くからよ今。絶対ゆりさん。ポン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 。先にどこ優先で取るか。そうだよね。シューティング系この人強いよね。いや僕ね、そもそもね、このドラフトっていうのがあんまり幼少期から選ばれてるのが苦手なんですよ。早速クレームですか。わかんないけど、そういうわけじゃない、どうだ知らんけど、やっぱなんかトラウマみたいなものがちょっと蘇る。なるほど、いろいろあったんです。心が痛いんですよね。まだ仲多い人を選ぶのかね。お、今手挙げられたかな。お、あら、早い。お、早っ。これ回収する石田さんもちょっと気にしました。早っ。って言うたもいただきます。わもこも。いやあ、わ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 あ。まあでもね、これ選びやすいっす。このデータが来てるんで。そう、細かいデータも、ね、用意してくれて。でも見てますからね。誰のだどのリーダーの元でやりたいかとか全部見てますから。これ覚えてるの。抽選できたら。嬉しいわ。志望は大事ですからね。はい。一緒のチームになりたい方とかね、いろいろね。一人で何も書いてないやつ。はい。うん、言って。モコモコさん、何してるのモコさん。気流なし。モモコさん。全員じゃあ。はい。緊張する。これ。うわもうかぶかぶんないよ。うわドライチ誰よ。温度感がわからない。しかも今石田さんもらった瞬間にうわーって顔してます。あれもうなんかかぶった。これはやっぱり皆さんの先に見れる立場だとちょっとやっぱりドキドキしちゃいますね。さらに確かに。かぶってたってこと？かぶりやすいな。いやいや。やばい、なんで緊張するの俺。あったらね。楽しみ。え怖。全く予想つかない。つかない、ね。やばいやばいやばい。めっちゃなんで緊張してる。まあね、ちょっと、うん、うわあ。そうではあるっすけど、ね。ガラガラ。はいよ。なんかオールグラウンダーなのかね。一つに特化した人なのかと。お、うん、お準備 OK ですかね。そう。入ってるかなみんな。誰か書けるかな俺の名前。どうやねん俺。書けた。2023年。最新車。ハイパードラフト会議。誰サポーテッドバイ加藤純一。誰だ。選択希望選手の発表です。誰の声。第1巡選択希望選手、頼むわ。チーム河川ふとんちゃん。おふとんちゃん。おえー、ドライちゃん。最初に魔人来ましたね。魔人か。なんで全部の全部あとで。なんでこの顔が。続いてまいります。はい、第1巡選択希望選手。ドラフトっぽい本当の。チームシャカ。誰行く？渋谷ハル。渋谷ハルか。面白い。確かに確かにちょっと強くない？強いじゃんこれ。ガチガチピックじゃん。さアバシャッカさん、サッカさん、はい、これね聞いて面白い。第一巡選択希望選手チーム関裕太。チーム関スパイギア。スパイギア、いいチョイスじゃん、いいチョイスじゃん、いいチョイスじゃん。ちょっと待って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 やめろ。なるほどね。緑ね。カラー緑。おお。第一巡選択希望選手。いないいないいない。チームモコ。ユリース。ああ。ユリース一本釣り。ああ釣れた。
取っちゃったユリース。本日の選択希望選手です。はい、まあ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 まいやなんか、今で聞きましょう聞きましょう、右腕的な人を選ぶと思うんですよ、一巡目に。あ、なるほど、そうサブリーダーみたいな、うん、そんなの、そんなルールないし、誰も言ってない。カセン、カセン君さー、やっちまった。パワーがやっちまったこれはでももうリーダーの、ね、判断、まあ、そうです。カセさんやっちまった。チョコさんどうすか、スマラさん。まあ、俺やっぱっ会場の設営も気になるんで、渋谷春を。なるほど。あどんな大人取り入れてちょっと大人たちをね、ちょっとみんなしかもだってね、なんだっけ今さっきの場数もすごい踏んでるしね、いろんな大会とかで、ね、やっぱ強い FPS なこう幅広く強いんで、みんな、うん、みんなそれもやっぱ覚えてますか、ドリームマッチを。ドリームマッチを覚えてない。誰のチーム勝った、うん、その大会に。そうしそうはい、いいですね、いいですね。そう、続いて関さん。まあ僕は結構みんながみんなよりクソ無難に行っちゃったんですけど、まあ、ちゃんと理由があって、はい、まあ、まずドリームマッチ、ドリームマッチの大会覚えてますか。その通り、その通り全部書いてありますからね、ここに誰とやりたいか。ストリーマー気に使えよ、それ、ね、書いてありますかね。まあ、その中のうちの一人と、あと今のところ公表されてるタイトル、どれでもできるんで。なるほど、ね、戦力的にも強いのと、多分そのさっきも話したように、まあ、殴り合いぐらいあると思うんで。フィジカル結構すごいんですよ、あいつ。どこでも出ていけるかな。あいつ、どこでも出てるから。しました。なるほど。考えてるね。あいつな。スパイギアいいね。あと緑似合いますからね。あ、確かに。アスパラっぽいしね。アスパラっぽいですから。さあ、そしてモコさん。もうやっぱりダントツでバリューがありますからね。ペラペラめくった時にはイビスいるなと思って。なるほど。しかも彼その嬉しかったのがその一緒のチームになりたいでモコって書いてくれる、それが決め手となりましたからね。じゃあやろうよっていう感じで、まあ、やろうよと。あとなんか、うん、得意な武器もね、救急いいですね。いや頑張ろうな、ユリス。はい、使ってくれ。頑張ろう。やるしかないね、モコさん。ありがとうございます。ということで、1巡目でしたね。やるしかないね。ちょっと加瀬さんの顔が曇ってるね。やべっす。まだいっぱいいないって言うから。このやばい時で布団さんはどう思ってるの。ドライチなのに。どう思う。ただ右腕は手に入れてるからね、加瀬さん。そうですね。